はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、今の環境だからこそ活躍できるであろう最強デッキ組んできました。結界像ビートバージョン 3.0 です。もう 3.0 ですね。 1.0、2.0 は動画にしてきたと思うんですけども、バージョン 3.0 ということで、ティアラメンツ環境の現在、メタカードを入れた、まあ割とメタビートみたいな構築も意外といけんじゃないかという話がありましてですね、今回組んできたのはこの結界像、干ばつの結界像とかいう最強モンスターと、フォッシルダイナパキケファロの後ろに、まあクソキモ、トラップカードを、並べまして、で、月山盾で装備してぶん殴っていくという、そういう構築です。ちなみに、ティアラメンツを絶対に殺したいんで、ティアラメンツメタカードいっぱい入れました。まず次元の裂け目、そして、マクロコスモス、この辺は一応先行カードですね。先行で、セットできたら強いカード。あとこれもですね、ソウルドレイン、これも墓地およびゲームが除外されてるモンスターの効果は増できないんで、まあ、これ辺は先行用で、後攻用に、キッコー勝負入れました。あとディメンションアトラクター、この辺のカードをぶん投げていくことによって、相手結構ね、魔法トラップが向こうそんなに、まあ、デビルランケ立ってしまうと、まあ、パターンあるんですけど、そのパターンあるんですけど、キッコー勝負意外と通ることがあるので、キッコー勝負とかぶっ込んでなんかディメンションアトラクターも入れて、まあ、一応後攻を取ってもワンチャンなんとかなるぐらいの感じにしておいて、あれですね、あと先行取ったら普通にそのこの辺のカードで目立っていくみたいな、あのね、やってみた感じね、なんか割と勝てる。割と、なんか、ネタかと思うじゃないですか。なんか、今の環境だからこそか、なんか分かんないけど、なんか意外と勝てる。よかったら皆さんもですね、この機会に、こいつ使ってみてはいかがでしょうか。何を進めてんだ、デュエル。スタンバイ。さあ、ディメンションアトラクター、来ちゃうドローフェイズ、ぶっ込んでいく止まれティアラメンツ、お前どうせティアラメンツ使ってんだろ、止まれティアラメンツバカだろが。はい、ティアラメンツでした。はい、神ゲー始まります。あ、ちょっと待って、ただ言うて俺反応あんま強くねえな。トラップカードがちょっと、ドロソス来い。はい、いや、まあ結果サリークめんどくさいな、あの捨てなんだ。ちょ、サリークが一番やばいわ。干ばつの結界像セットからの、こうして、打点高すぎて抜けません。1500打点高すぎて抜けなすぎ、ワロタ。いや、これ結構やばいな。サリーカだと普通に永続無効されるんで、干ばつの結界像くんが。ちょ、あの癖から何って話なんですけど、はい、意味ないですね、それ。それ召喚したところで何も起きないから、バトルフェイス入る、攻撃宣言時、アームズコール発動、返り討ちにしていく。装備カードを1枚手札に加えながら、装備カードをフィールド上のモンスターに装備できる。ういダメキーいいっすか、ドーン。草生えるんこ。ちょっと守備力高いから、なんか攻撃力めっちゃ高くなって草なんだけど、相手の守備力2100だからさ、なんかそいつが殴ってくると普通に2300、2200になって返り打ちできるから結構ダメージ入るんだよね。あ、スケープゴー来た。これはね、最強デッキなんで、これちょっと一回スケープコートだけちょっと打ちたいので、普通にこれぶん殴りましょう。あれサリークじゃないですね、相手あれサリークではない。はい、問題はない。じゃあなんだあれ、クライムとかだったら多分打ってるから、クライムでもない。置物にするカードって何、無限抱擁でも打ってるもんな。あの覚醒カードないや、わからん。そんな中置物するかだったっけ、ブラフのオロマイとか、ブラフのオロ服とか、そういうこと。もうなんか手応えねえぞ。お、秒殺じゃねえか。で、スケープゴーと、とりあえず特殊召喚を4体していく。自分だけしっかり特殊召喚をしていく。まあ、スケープゴート君のね、トークン、地属性なんで出せるんですよね。神ゲーなんで。でですね、こういう甘えたティアラメント使いには分からせるべく、フェリジットちゃん出します。で、で2体でミセスレディエントとかいうバケモン出して、でバケモン盾になって、はい、で、はい。強すぎ草だ、強すぎて草。
よーあてやらめんつかよデッキ雑魚じゃん。うわー拮抗勝負でも無限拮抗強そうじゃね。無限拮抗は結構強そうな気はする。なかなかに強そうじゃねえか。まあ気持ちよく回してくれていいぜ。まあ無限抱擁からの拮抗勝負からの強欲で謙虚なツボからのマクロコスモスアームズコールっていう最強のコンボを見せてやるよ。コンボかっこ引いたカードだけコンボかっこ引いたカードを使っているだけ。あ普通強くね相手反応お前やってお前仕込んでるだろそれ。リストランドに絶対入れてるわ。で俺の対戦相手全員ペルレーヌ持ってんだけどどういうこと。絶対全員リストランド仕込んでるでしょ俺。まあ打つとここしかないよね基本的に。打つとここしかねえや。まあ、とりあえずちょっとキトタロウくんちょっといいか無効にしてこれでなんとか止まってくれることを祈る。まあ止まるわけないんだけど基本的に。キトカロス無効になった。ストリックボチを食っちゃったから、ま、罠カード持ってこられる。いやーこれねさすがにやばいっすねこれ。ペルレイノがちなみにあのティアラメンツがデッキに戻るとなんかあのカード破壊してくるっていう効果で一応永続カードとか割れるんですよね。魔法カードトラップカードとかでなんかサリークがあシエリアも持ってる。サリークがあのモンスター効果無効にしてくる効果あるんで、あーあーあーあああなんかやばいこと起きてるぞ。なんかやばいこと起きてるわ。いやでもまあ一応ね拮抗勝負っていうカードで結構ね返せる可能性結構ある。意外とねこの時ねデビルクラーケ入ってなければ多分その魔法トラップ無効かあのデッカモンスターか魔法トラップ無効モンスターがあんま立たないしデグラディバナ最近入ってないからあんまりバナで飛んでこないし多分ね拮抗勝負結構刺さると思うんだよね。でレインのハートとかがいろいろ発動してなんかいろいろ暴れ散らかされる。暴れ散らかしてんなあいつ。ああアギトも発動された。おいおいやべえぞデッキの中のモンスターがいなかったやばい俺は。ちなみにアギドケルブがちなみにあの石塚入ってないんであの相手はあの槍毒ですね。はい。でルルカロス出てきちゃった。ちなみに衝撃の事実だと思うんですけどルルカロス1ミリたりとも刺さりません。あーまあ一応スケープゴードが刺さるか、まあ、刺さるけどみたいなとこだ。まあほぼ刺さんないな実質。まあでもエースカードはスケープゴートなんでまあそういう意味ではめっちゃ刺さってるっていう説はある。サリーク効果でケルベック効果レイノハートもいろいろ発動していく。いろんなカード発動してなんかやばいこと起きてる。普通ここまでやられたらサレンダーですよね。いやまだ俺可能性あるからやりますよあやべ親子のデッキなのかバレたぼち落ちてるカードキモいカードしかなくてくさ親子のデッキなんバレた。はい。このなんかさケルドとかケルドじゃねえや、ケルベクとかアギド使われてさ自分のデッキの中身見られるのが一番恥ずかしいよね。ちょっと俺のなんかチブを見ないでくれみたいないやめっちゃ恥ずかしい。そう親子のデッキでしかも普通に手札ゴミやつを普通にされんだするんでなんか親子のデッキ使ってんのになんか負けてやんのって手荒めつに思われるのめっちゃ悔しい。で今回は大丈夫カイドウだけでいくわ。はい、で2体でリーダン来たイケメンお前ティアラメンツに使われてるのなんか納得いったか絶対。いや納得いってるかこいつ多分キトカロスのこと好きだな。まあいい俺のターンドゥルーソウルドゥリンか。まあまあ悪くないな。いやまあちょモンスター引きなりやばいんだけどで、まあ、リーダンの効果でトラップカードが、吸収されて結構やばい。まあ、高速バトルフェイズ超高速バトルフェイズで超高速メインフェイズ死ねさあ1枚になるようにカードを除外しろ。おい1枚になるようにカードを除外しろバー誰がこれ結構辛いと思うんですよね、まあ、一応多分リダン残すかキトカロス残すかどっちかだと思うんですけど、まあ、でもこのデッキはまあリダン残した方がいいと思うけどな基本的にはな。リダン君の効果を使えるような状態でアクティブで残しておいた方がいいと俺は思うよ。それがね一番辛いまである。え伏せカード残し何その伏せカード。伏せカード圧倒的自信にぎじゃん。え何その伏せカード怖っ。なんだこれ、まあ、とりあえずちょっと拮抗合剣あ弱えまあモンスター結構いってるからな。まあじゃあもう一回合剣しかなくねこれ合剣しかなくね説。はい
今リダー残しといたらもう一回融合できそうな気しましたけどね相手、まあ、とりあえずソールドレインとアームズコールをぶち込みまして、で、まあ、これで、まあ、エンドするしかないんだけど、まあ、マクロコスモスとソールドレイン発動できればまあなんとかなると思います。はい、あの墓地メタ墓地のカード無効ね、これ、はい、これで石津カードもケアしていく、石津捨てで石津パターンあるからね、一応フェルレイの石津捨てで石津みたいなパターンあるから、これソールドレイン発動しておいて、はい、でこれでもう墓地のモンスターで除外されてるモンスターの方が無効になっていく。でまあマクロコスモスも貼っておけばもう大体大丈夫と。さあどうしますか。おっとハーフに何ごめん、ハーフにスピードか。やばいハーフにスピード始まった。いやこれはねまあしょうがないですね、これはしょうがない、受けましょう。でアームズコールで圧縮しておいて、アムコ圧縮からの、アームズコール発動で圧縮、装備箱カードを1枚の手札に加えることができるので、月紙を持ってきておいて、でこれでデッキトップを引くのと合計でめくるので結構枚数見れるんで、まあ、4枚見れるんで、まあ、その中にモンスターいればいいわけですよ。はい、頼む。あー OK 問題ない、完璧完璧ペキパーフェクト、いけ。これ多分サリークなんじゃないかな。でもサリークだったらリダン残した方がいいと思うけどな。サリークなわけないか、サリーク死守なんてことある。まあで間伐の結界図をとりあえず打つじゃないですか。でバトルフェーズで相手の、ハウフニス君は上から立った、あそうサリークか、なるほど、まあ、永続で無効にしていくってことね、間伐の、まあ、時すでにお寿司ですよそれ、時すでにお寿司それは。いやもうなんか、まあ、一応これ間伐の結界図を無効にあったんですけど、こうかあのマクロとソウルドレインあるんで多分ほぼ無理なんじゃないかな。でもほぼ無理でしょこれ、ゴードン持ってくる、マクロソウルドレイン発動されててでペルレインのゲームから除外されててなんかできんのみたいな話あるね。弱反動、ゴードンでゴードン引くの弱、ふざけんなよ。まあまあでもまあこれビートダウンしてれば勝てんじゃないエンド、これ間伐ベイトしてれば勝てるでしょこれ多分、間伐ビーティングしてれば多分、まあいやでも待って、これあの永遠にモンスターセットで粘られる可能性あるな。永遠にモンスターセットで粘られるとかなりやばいという説もある。頼む。えあお何してんだ。おなんだこいつ。脳死でティアラメッツ回してそういうことになるぞ。よしキック勝負は来ている、いいぞ悪くはない、ただちょっとモンスター数が少なすぎてモンスターが来ないっていうパターンが結構あるけどな。このデッキドロソース結構入ってないけど、ドロソースなかなか来ないんだよな。ペルレイの方がいいでしょう、まあ、ティアラメンツしかいないんで、まあ割とそのなんか他の環境と違ってスプライトをメタろうと思ってもなんかいろいろなデッキ行ってみましたけど、本当ティアラメンツ環境って本当ティアラメンツしかないから、まあ、メタデッキの撮影はめちゃくちゃ楽ですね。なんでかっていうと当たれるんで。めちゃくちゃ当たれるんで、なんか他の環境の時にメタデッキ撮影すると意外と大変で、なんかスプライト強かったとか言われてもなんかスプライトあんまいなかったとかそういうのあるんですよ。なんか普通にそのなんかネクロフェイスデッキが流行っててネクロフェイスしかないとか、なんかスプライト当たりたくてもなんか他のねなんかその頭足当たるとかパンク当たるとかいろいろあったんですけど、ティアラメンツ関係マジでティアラメンツしかいないから本当に楽撮影が、うん、なんか10戦やって8戦くらいティアラメンツだからね。相変わらず展開クソなげえなこのデッキマジで。ちょっと早めで早めで頼む、早めでデビルフランケンやばい、待って、これ何出てくるかによる、何出てくるかによる、ちょっとデビルフランケンで出てくるカードによる。いやこれキトカロスもう使ったもんな、いやこれもしかして、あやばすぎこのデッキ。無理いや、まあ、他のはどうでもいいけど、ちょナチュラルエクストリア無理だわ。いやこれおかしいって、もうティアラメッツさ展開してるときティアラメッツ縛りつけろよ、おかしいだろこれ、どうなってんだこれ、おいこれどうなって、おふざけんなよ
ナチュルエクストリオ無理すぎん。いやこのデッキさ、縛りついてないのおかしくないっすか。うわー、キッカー勝負。あ、はい、あいや絶対これ考えてやつ絶対おかしいって、頭おかしいって、この時考えてやつ、マジ首でいいだろ。ボーナスカット減給首懲戒免職、勝てるわけないねんこのデッキに、高校からなんて絶対に。頭いかれてんだこのデッキ。